マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。飲むだけで脂肪が燃えて痩せる神ドリンク、ご存知ですか？簡単に作れてめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ試してくださいね。今回のテーマはこちらです。飲むだけで脂肪燃焼抹茶ダイエット、お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ脂肪が燃えて痩せるの、ということで痩せるポイントと、2つ目、飲むだけで脂肪が燃える神抹茶ドリンクレシピ、ということで私がとっても気に入っているレシピ、あなたにもシェアいたしますが、ぜひ最後までご覧くださいね。では1つ目の項目です。なぜこの抹茶ダイエットで痩せることができるのでしょうか、という痩せるポイント3つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整う力が高いからなんですね。なぜかというと、普通の緑茶と比べて抹茶ですから、茶葉がそのまま粉になった状態ですよね。ということは緑茶で煮出した時よりも食物繊維がめちゃくちゃもっともっと豊富に摂取できるわけです。そうすると腸の蠕動運動が活発になって、しっかりと腸内をデトックス、お掃除して、そこから代謝が上がって、やはり脂肪をこう燃えやすくしてくれる、こう本来の体がこうどんどんね機能が高まりますよってことですよね。そして2つ目、脂肪燃焼効果が高いからなんです。なぜかというと、お茶のカテキンが油の吸収を阻止してくれるからなんですね。もうこれは味方につけた方がいいですね。3つ目、栄養バランスです。今回、抹茶自体もすごくいいんですけれども、私が最後お伝えするレシピは抹茶とあるものを掛け合わせたことでさらに脂肪燃焼効果がアップしますから、ぜひ最後までお楽しみに。では2つ目の項目です。飲むだけで脂肪が燃える神抹茶ドリンクレシピ、ということで、ここからは材料が持つそれぞれのダイエット効果、材料、作り方、飲み方、注意点、お伝えして終わっていきます。まず材料1つ目はまさに抹茶ですね。脂肪燃焼効果が高い、しかも油の吸収も抑えてくれる、そしてなんと2種類の食物繊維も同時に取れちゃう優れもの、そしてまたまたカテキンが多いので脂肪の吸収を抑えてくれるってことでしたね。そして2つ目の材料はこちら、生姜も使っていきます。生姜効果、同じく脂肪燃焼促進、あと血糖値の急上昇を抑えてくれます、イコールね、脂肪を溜め込みにくくしてくれる作用があります。でまた生姜は何といっても私たちの女性の体を温めてくれますよね。そうすると体温が上がる、体温がたった1度上昇するだけでなんと基礎代謝が 13% も上がりますから、もうぜひ私たちは特にですよ、体を温めること、これとっても大事です。はい、そして最後3つ目の材料はこちら、蜂蜜を使っていきます。蜂蜜もダイエット効果高いんですよ。もちろんね、摂りすぎるとカロリーオーバーにはなりますけれども、なんといっても脂肪燃焼効果がある、腸内環境を整えてくれるオリゴ糖も入っていますし、しかも栄養がたっぷり含まれていますからね、痩せるためには栄養です。ですから甘い味をつけたいときは蜂蜜、めちゃくちゃおすすめです。ではここからドリンクのレシピですね、材料をお伝えします。はい、こちら生姜湯抹茶になります。材料1人分です。まず A のところ、抹茶ですね、小さじ2、そしてお湯を大さじ2準備してください。そしてそれ以外にもお湯 150ml、 生姜のこう絞り汁ですねを1かけ分です。 10g 分、生姜使っていきます。でそして生姜の薄切りを少々お好みでスライス準備してくださいね。最後に蜂蜜大さじ1、材料たったのこれだけです。では作り方です。めちゃくちゃ簡単。1つ目、抹茶をお湯大さじ2でよく溶かしてください。この A の部分の材料ですね。で次、この今溶かした丸1にお湯 150ml と生姜の絞り汁を入れます。3つ目、でこの今作った2番に最後この蜂蜜を入れてよく混ぜたら、最後に薄切り生姜のスライスをですねトッピングしたら完成です。では最後に痩せる飲み方注意点お伝えして終わります。まずこのお伝えした抹茶のダイエット威力ですよね、これ本当おすすめ。私も抹茶がすっごく好きなんですよね。なのでその抹茶に含まれるカテキンの力を使いたいわけです。で1日あたりカテキンは
200mg 以上を摂るといいですよというふうに言われているんですよね。じゃあ具体的にどんな量なのということで、抹茶の小さじ1杯が、まあ、その 2g 入ってるんですよね。で、大体1日かけて 6g 摂ればこの 200mg 以上のカテキンが摂れると言われています。ですから例えば朝昼晩の食事の時にこの先ほどお伝えした、まあ、ドリンクをですね、まあ、飲んでいただくといいと思いますし、またですね、そうですね、先ほどのが抹茶が小さじ2だったので、あと1杯分でしたらもう本当普通にお湯と抹茶をこう溶いて煎じてですね、もう立てて飲んでいただいてもいいと思うんですけれども、そのあたりは臨機応変にトータルで抹茶が小さじ3杯までイコール 6g、 そうするとカテキンが 200mg 以上を取れますよということで、ポイントは油の吸収を抑えてくれるのが抹茶の効果なので、食前食後というよりは食事中に一緒に飲む、これがおすすめです。さあいかがだったでしょうか。今回は私も大好きな抹茶を使った抹茶ダイエット法ということで、具体的な方法としてはドリンクにして飲むことでしたね。もちろんいろいろな、まあ、デザートとか何かに振りかけるとかね、そういったことでもいいんですけれども、まずは1日抹茶を 6g イコール小さじ3杯分を召し上がっていただきますと、1日に必要なカテキンの量がキープできる、イコール脂肪が燃えて、しかも腸内環境が整って、油の吸収も抑えてくれてっていう、こういったねいいことがたくさん待ってますから、ぜひねあなたのペースで続けてみてください。ただし飲みすぎは注意です。気をつけてくださいね。また冷たいものを作って飲むっていうのもお腹が冷えますから、ぜひホットで飲みましょう。ではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみてこうなんでしたっていうご感想などいただけますと嬉しいです。コメントお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。